爆発的な人口増加のために宇宙への進出を余儀なくされた各大国は、スペースコロニー建造と並行して火星移住計画に着手した。先進諸国の競合によって惑星改造技術は飛躍的進歩を遂げ、このテラフォームプロジェクトはわずか30年で終了。火星は重力こそ地球の3分の1だが、その他はほぼ地球と同じ環境を得るに至っていた。それから数十年、すでに火星の人口は2億に達しようとしていた。しかし人類は地球での過ちを火星でも繰り返そうとしていた。各国は火星上での領土を独自に主張し、少しでも多くの土地を我がものにしようと躍起になっていた。その中でも A 国、S 国の二大国は、すでに火星全体の3分の1以上の土地をそれぞれ領土としているにもかかわらず、より多くの領土を欲して連日国境付近で小競り合いをしていた。そんな中、火星に移住していた人々の暮らしは荒んだものになっていった。A 国、S 国の二大国は地球上、火星上で睨み合いを続け、とうとう火星全土を舞台とした戦争が勃発。